血は流したくない。レオンハルト様、あれは一体レオンハルト様、いかがされました？最近どうなされたのですか？顔色も悪く、体調が優れないご様子。兵が心配しております。統率する人間の不調は、隊の士気に関わるか。少し考えすぎなのかもしれない。そのせいか、夜なかなか寝つけなくてな。ならば良いです。カシバル、この戦い本当に必要なのだろうか？必要も何も、それが我々に下された命ではございませんか？命は下された命が全てか。ならばその命とは一体何なんだろう？さあ、私は一介の兵士にすぎません。そのようなことを考えたことはございません。私たちが戦う、多くの民が苦しい。それだけではありませんか？それが多くの無垢の上に成り立つもの。結局、己のために他の命を奪わずにいられないのだな。カシバル、兵に号令をかけよう。出撃するぞ。
切る。そこだ。まずい。逃げろ。流したくない。ヒーデル。獣の情けだ。苦しまぬよう一撃で息の根を。待て。年端もいかぬ少女に剣を向けるとは。金色の霊ともあろう者がいなこと。我らに抵抗する者は全て排除せよと下知されたはず。私はそれに幼くともエルフはエルフ、放っておけば後の禍根となろう。災いの芽を今のうちに摘むに越したことはあるまい。なぜそう言い切れる。その考え方こそ災いの元凶なのだと。なぜ気づかない。第一この戦い、我らに利はない。これは侵略以外の何者でもないのだから。今さらそれを言うか。グリダマス、いや
人の歴史は戦いの歴史。戦いを否定すれば我らの存在を否定することになるのだぞ。そんなもの奇麗だ。それがグリダマスの人間の正義であるとするならば、俺は正義などいらない。人間であることを捨てる。私に剣を向けるということは、ひいてはグリダマスに刃を向けること。これが最後だ。そこを引け。今ならば不問にしよう。助けて。安心して。君のことは俺が絶対に守る。約束する。悪いが、ここを通してもらう。無益の血は流したくない。さっき通れぬなら切る。血は流したくない。聞いてくれ。さて通れぬなら切る。血は流したくない。聞いてくれ。さっき通れぬなら切る。血は流したくない。聞いてくれ。さっき通れぬなら切る。Thank you.
無益の血は流したくない。さっき通れぬから切る。血は流したくない。聞いて。さっき通れぬから切る。血は流したくない。先に通れぬなら切る。無益の血は流したくない。ゼロ。つい。さっき通れぬ。切る。無益の血は流したくない。ひどい。さっき通れぬなら切る。立ち止まるわけにはいかない。今のうちに。レオハルト、エルフの娘を助けたこと、そして私にとどめを刺さなかったこと、その貴殿のご注目、いたみいる。レオンハルトよ、祭り事は綺麗事だけではできぬのだ。
として剣を持つからには自らの血を流す覚悟なくば務まるまい。報告は聞いている。ならば貴様を止めるのは私以外にあるまい。無駄な戦いはしたくありません。あなたがここにいるということは、この辺りすでに包囲されているのでしょう。命令違反をしたのは事実。非は私にあります。どのような罰でも受けましょう。ですが、この少女だけは助けていただきたい。聞けぬ。といえばどうする。あなたを切ってでもここを通らせてもらいます。その潔癖なところは父親そっくりだな。だから長生きできんのだ。まあいい、黒の騎士よ、貴殿の力確かめさせてもらうぞ。僕は逃げられまい。どこまで持つかな、レオンハルト。いや、金色のレオよ。たとえ命を失うことになろうとも、ここから先へは行かせはしない。流したくない。ヒール貴族の慣れの果てというのではあまりにも醜いなあ、レオンハルトよ。とどめを刺してやってもよいが、裏切り者の末路がどうなるか、軍の規律を引き締め直すにはいい機会だ。恨むのなら己の非力さを恨むのだな。エルフの少女一人、守る力もないのか。何も見えない。これが死ぬということなのか。結局俺には何もできなかった。力があればですか。ドルと望むならば力を与えましょう。そう、
神をも滑る力。私はディシャナ、世界の均衡を望む者。力を望むのであれば、私にあなたの全てを捧げてもらいます。未来永劫、あなただけではなく死死孫孫に至るまで、魂の器としての宿命から逃れることはできなくなります。あなたに残された時間はわずか。魂の束縛か死か。おや、約束したんだ、あの子と必ず守ってあげると。俺に力を、せめて守りたいものを守れるだけの力を。そのためならば、この命、いや未来へとつながるこの魂までも、ディシャナ、あなたに捧げる。いいでしょう。その輝きこそ私が望んでいたもの。あなたに力を。大丈夫だったのかい？その人が、ウォーグナインが私を守ってくれたの。彼とはどこで？私のことを助けてくれて、それ以外には何も。そうか。私は
俺はレオンハルト。ありがとう。あなたのおかげで彼女との約束を破らずに済みそうだ。主を守護することが我が役目。我はそのためにある。主？主とはどういう？詮索は後です。彼女が襲われたとなればまだこの辺り。そうですね。まずは落ち着ける場所まで行こう。話はそれからだ。行こう。君の名前は？私はエリス。エリスか。素敵な名前だね。奥に進むしかないでしょう。この先に町か村でもあればいいのですが。だったら私が案内してあげる。この辺りはお買い物の時によく通るから近道も知ってるし。それじゃあエリス、案内をお願いしてもいいかい？Thank you.